こんにちは。今週の、今月の西田ビジョン、今回はですね、私と同じ京都選挙区の参議院議員、二之湯智先生をお招きいたしました。どうぞ。ありがとうございます。二之湯先生はですね、私の先輩の先生なんですけれども、今回、7月の、改選があると3期目を目指していただくことになっておりまして、すでに京都府下ですね、精力的にお回りをいただいているわけでありますが、二之湯先生はもともとですね、京都市会議員、これが昭和58年62年です、62年ですか、はい、から、務められましてですね、議長も務められ、その間ですね、全国の、市会の議長会の会長も務められた、地方自治には、地下議員はもちろんですけども非常に精通をされている先生であります。で、今日いろいろお話を伺わせていただくんですけれども、まずですね、今日は実はこの撮ってるのが、1月の29日、金曜日なんですけれども、昨日甘利大臣がですね、突然辞任ということを表明されまして、非常に驚いたんですけれども、先生はこの事件、甘利先生の問題、どのようにお見受けされてきましたでしょう。はい、最初週刊誌の報道を見てですね、びっくりしました。甘利大臣は私大変日頃から大学の同窓としてですね、見ておりまして、よく頑張ってるなとこう思ったのと、まさに疑惑とは程遠い政治家だと、このように思っておりました。しかし、この第2弾の報道がありですね、甘利大臣も大変、厳しい局面に追い込まれましてね、昨日、潔く辞任されたと。それは私、それで非常に良かったんじゃないかと思いますね。ああいうことを思いましてね、私は本当に政治と金の問題、本人はともかくですね、その政治家を取り巻く人間、特に、秘書というのはですね、非常に重要だなと改めて思った次第でございます。はい、で、その秘書でいうと、実は二之湯先生は谷垣さんじゃない、前は渋沢先生ですね、はい、古い政治家の知ってる方ならみんなご存じだと思いますけど、衆議院議長をされた前尾重三郎先生とおられたんですよね。その方の秘書をずっと長年されておりまして、で、前尾先生がご勇退の後ですね、野中先生がその後地盤を引き継がれて活躍されてきたんですけれども、その野中先生の事務所の後援会、連合会会長、事務局長ですね、という形で、お二人の先生にお使え、超大物に仕えてこられたんですけれども、やっぱりいろんな方が訪ねてこられて、で、先生がおられるわけばかりじゃないですからね、対応するのが、二之湯先生はじめ秘書の方々、その中で今回のあまり大臣のような問題が出てきたりするんですよね。これ私ですね、前尾先生の秘書を約10年ほど務めておったんです。地元の秘書でございますからね、当時は中央選挙区で、地元の秘書というのはですね、後援会を作って、それを、おもりするというか、そういうことが主体でしてね、建設業者とかいろんな業者の口利きをするということは私一回もしたこと、もう記憶がありません。それぐらい政治というのはですね、政治家に個人的なものを頼むというのはね、たまに就職をお願いしたいとかですね、そんな話ありましたけども、そうそう金にまつわるようなね、あとまた見返りを求めるようなそんな仕事はもうほとんどなかったですね。日本の政治がこれいつからこういうことになったのか、ちょっと私も記憶はっきりしないですけどもね、普通はそうなんですけれどもね、ただなかなかね、甘利先生の場合もずっと長い間これ閣僚、重要閣僚を務めてこられて、本人もおっしゃってましたけれども、ほとんど事務所に帰れなかったということがありますと、大変だと思うんですね。で、私も、私の場合は毎週帰って、秘書にも行ってるんですけれども、今回ですね、帰った時にですね、朝礼やってましてね、それで要するに君たちと、この事件の背景にはね、なんだか知らないけれども、変な業者が接待をしてね、で、その接待付けにあって、断れなくなってなんかやったような報道もあると、一部に。で、君たちまさかそんなことないだろうなと言ってですね、厳しく言ってきたんですけども、もちろん私とかもそういうことないんですけれどもね、やっぱり秘書の方も、結局責任は最後は秘書じゃなくて政治家が取ることになってしまいますからね、我々やっぱりその人をしっかり見て雇って
行かなきゃならないんですけども、いないところでもちゃんとやるように日頃からやっぱりそういうところの指導はしておかなきゃなりません ね。昔はね、政治家を支える後援会の人がですね、もう身銭を切ってね、そして、一生懸命その先生を応援しよった、半年に1回ぐらい事務所に来られてね、その領収書の束を持ってこられるんですね。でこれまた清算するのかなと思いましたらね、いや二之湯君ね、これ一生懸命私ら地元で前先生のためにやってると、これ式日やとかですね、これ香典やと、まあ、こういうことで使った事故だけ覚えておいてと、それを請求するものではないと、まあ、こういうことでしてね、昔の人は本当に、この先生が立派な先生だから一生懸命応援しようという、そんな気風がありましたしね、そしてまたね、講演会の方もね、たまにお前ら非常に苦労してるやろと、大変やろと、一回食事連れておくか飲み連れてやろうかと言ってね、全く利害関係なしにそうやってですね、秘書をですね、慰労してくれた講演会の人がたくさんいらっしゃいましてね、私たちは本当にいい時の秘書をしておったと、まあこう思いますね。それとですね、まあ地元の秘書がとかくですね、錯覚するんですね、まあ最近は30代40代の秘書がいましてね、そしてその人たちが、まあどこ行ったって、まあ定常に扱ってもらえる、京都府庁行ったって京都市役所行ったってですね、最低でも局長金が出てくると、そうするとですね、まあ錯覚するんですね。そしてそれも同じようにまた民間の企業の方のもですね、まあ何々さん何々さんに行ってですね、食事しようかとか言ってですね、帰りはそれこそ車で曲げようかと、まあ、こういうことになってしまいますので、ずるずるずる入ってしまいますからね、まあ、私たちも常に秘書のことをチェックすると。だから私はですね、まあ伊吹先生がそういうことをなさっているらしいんですが、業務日誌をですね、出させて、そして秘書の行動をですね、まあチェックしていると、まあ、こういうことをしているんですかね。業務日誌つけてさせてもらえるんですか、さすが。これ伊吹先生、我々の京都の先輩伊吹元議長ですけれども、この方はやっぱり厳しいっていうか、本当きっちり秘書の方を育てておられるというか、ご自分もものすごくね、自分自身を律する方ですから ね、あれですけども、僕ね思うんですよね、秘書ね、今私ども事務所にいる人もね、そこそこ立派な会社に勤めておったんですね、会社員の時はね、それはおそらく業務日誌、日報を出してですね、上司のチェックを受けておったけども、なんか政治家の事務所に来るとね、非常にルーズになるんですね、これちょっとね、私たち自身もね、ちょっと考えなきゃいかんですね。なんかね、3日に1回とかね、1週間に1回ぐらいまとめてね、報告するとかね、それでまあ私たちこれ怒ってもですね、なかなか治らないという、これどういうことなんかなと、こう思ったりするんですがね。なるほど。いや私もね、実は私税理士もやってますから、税理士は当然業務日誌でも書いてるんですね、それで月曜日の朝朝礼やるときにその業務日誌を見ながら、それから朝礼でそれぞれ今週の予定とかをね、報告するのを聞いて、それでサインして出てくると。で同じことを今度は2階に上がって、私の、いや1階の方で今度は政務の方の事務所でやるんですけどね。ただ業務そのなんかね、政治家のね、場合には書くのがね、なんか要するにね、挨拶回りとかそんな感じなんですよね。なかなか書くようなあれがあれなんですけど、確かにそれはやっとくべきですね。しかし ね、本当ね、それとね、例えば秘書がね、代理人出世でしょ、そしたらこの頃はね、昔のようにね、難しいね、講演会の方たちの接待でないわけですよ、ホテルでね、お食事いただいて、そして西田昌司参議院議員の秘書さんがおめでとうございますと言って紹介だけで、あとはご飯を食べてるだけなの、非常に君たちね、毎日毎日ね、ホテル巡りしてね、親方はね、3つも4つも買い物回ってね、家帰ってお うどんを食べてると、そんなのがね政治家の現実だと言って怒ってるんですけどね。しかし行ったら必ず1人や2人ね、これという人をね、やっぱし知り合いになって、そして将来同意になってもらうとか、あるいは講演会の会員になってもらうとか、それぐらいの心がけしないかんよと言ってるんですけどね。確かにそうですね本当そうです。我々地元に帰るといろんな会員に出るんですよね、出るんですけれども、そこにいくつも 出ますから ね、だから紹介だけされて、ほいっとも行って次また行ってと、でどっかの会員のとこだけ代わりに代理秘書がね残っていたりする場合はありますけれども、全くそういうことですねでだからある先生によるとですね、地元の事務所帰ったら自分はこう言ってるんだと、我々は先生と呼ぶなと、国民から選ばれた
まあ、その議員であると。だからあの事務所の中でもですね、自分のことを先生じゃなくて議員と、ね、西田議員という形でね、呼びなさいとこういうふうにしつけておる。ところがたまに現場に帰ってみたらですね、支援者の方がと会ってですね、あの先生の事務所のですね、あの何々先生にお世話になってます、誰だと思ったら自分の秘書が先生になってるんですよね、だからどうなってるんだというのを叱ったということをね、おっしゃってますけど、とかくやっぱり、まあ、そういうふうに勘違い始めですね、地元のはやっぱりしっかり議員の自分たちの周りの秘書のことも見とかないと、勘違いからいろんなことが起きたりしますからね。そうですね、昔はね、やはりね、先生と呼ばれるぐらいね、風格のあるね、秘書がいらっしゃいましたな。先生も呼ばれたんじゃないですか。いやいや、私は、あのね、私の先輩の人なんかはね、当時はね、国会議員の地元の人っていうのはね、今のようにね、4人も5人もいなかったですね。大体、その上代画廊という人がいて、それでまあそこに、事務員、まあ、その見習いの秘書がいると、もうこういうようなパターンが多かったんですね。だからですね、本当にね、本人、代議士本人よりも風格があるんじゃないかというね、そんな人がいらっしゃいましてね、そういう方はね、先生と言われておりました。まあだけどね、肝心の先生は秘書が先生と言われてるんだから、あまり面白くないかは分かりませんな。まあそうですよね。それと今回の問題でですね、ちょっと甘利先生の問題で私気になったのは、あの文藝春秋という雑誌の、うん、あれから記事から始まったんですよね。だからそれでなんかその告発した側の人がですね、聞くところによると文藝春秋側がまあ囲い込んでるんで、その他の方が取材できないわけですよね、うんうん、だから事実関係がまあ一方的な事実関係が出てきて、まあ、もちろんそれも甘利大臣の事務所と思い当たるところがあった事実だったから、まあ、辞任されることになったんですけれども、まあ、それはそれとしてですね、要はやっぱりこれ見てるとかなり不自然なですね、うん、取材の仕方というか報道の仕方があって、やっぱりここは甘利大臣が辞められた、でその後おそらくですね、辞めても野党側からですね、証人喚問なり参考人質疑なりですね、いろんな事実関係明らかにしろというのは当然言われてくると思いますが、それはそれで対応しなければなりませんけれども、そのもう片方の方ですね、告発されている側の方にもかなりいろんなね、問題があるような気がしますんで、そのバックグラウンドも含めたですね、全体像をやっぱり国民に知らせていかないといけないと思いますよね。これは一体ですね、エス社とかね、うん、その実際具体的にどんな人の、どんな会社の名前も全くわからないし、それからいわゆるその、告発した人の名前もわからない。でこれはもうなんか周到にですね、甘利大臣個人をね、はめようというそういうような人の報道の仕方で、つまり政治と金の問題、それから政治家がですね、そういう不当な斡旋をして、利得を得たというような、まあ何ていうか、マスコミとしてコツコツと、足で稼いだ情報を報道していると、そういうことにちょっと、うん、違いますね、今度はね。はい、だからなんかネタ元があって、うん、まあ、そういうためにする形でやってますんでね、うんうん、そこはだからいろんな報道会社がありますからね、新聞、マスコミ、テレビ、うんうん、そこはやっぱりしっかり調べていただいて、うん、報道していただきたいと思いますね。そうですね。はい。